乙骨が不可視のゼロ距離水塩刀で弾いてたけど。よく考えたらとんでもない芸当してない。ゼロ距離の会はどの手段でも暴力化じゃなかったの。いいだろ。五条悟に次ぐ現代の異能だぜ。これは司祭ですわ。水師って普通の刀で弾けるものなんだってなった。乙骨の技量も高いんだろうけど、賢者の首も簡単に落としてたし、この日のために用意したスペシャルな名刀なのかもしれん。水師って五条でも基本無限バリア頼りで落下の杖使ってやっと迎撃できたレベルなのに、なんで普通に刀で切り払えるの。不可視だから基本必中みたいな感じだったよな。見えているのか俺の術が。マコラも弾いたけど適応した後の話だから、開幕でいきなり弾く乙骨先輩やっぱやべえって。ワンチャン陸眼を発言してて水師を見抜けたとかない？それだと陸眼持ってて棒立ちしてた五条ただのアホやん。乙骨がすごいからでも納得いくけど、やっぱ宿儺の呪力出力が落ちてるんじゃないかな。反転の治癒もなんか鈍かったし、弾かれたのもそれが原因かも。